メンヘラすぎて可愛い動物チョウチンアンコウ、まあ、チョウチンで似たものを頭からぶら下げてるで有名な深海魚ですね。暗い深海を小さい明かりで照らすんで、そこに魚が寄ってきてそれを捕食して生活しています。そしてこの魚の大きさ、実はそのほとんどがメスで、大きさは40センチあります。でオスはめっちゃ小さく4センチ10倍です。この中の深海に住んでるチョウチンアンコウっていうのが泳ぐスピードが遅くて、お互いに出会う確率がすんごい少ないんで、出会えるのが奇跡に近いんですね。そして奇跡的に出会えたオスはチャンスを逃すことはできません。なので歪んだ愛でメスに急いで近寄り、鋭い歯でガブリと一噛み、一生離れません。離れないというか融合していきます。融合したオス、血管がつながり栄養を共有していきます。その後目は次第に小さくなり、内臓は退化しメスと一体化します。歪んだ愛が実ります。その後のオスは子供を作るためだけの存在になり、メスと一生を共にします。ずっと一緒です。こんなメンヘラすぎて可愛い動物知りたい方はチャンネル登録よろしく。